さあ、じゃあ、ソルバー使っていきましょう。My result、私の結果という名前にして、NLEQSLV。初期値は1が8個。0はやめてくださいね。1を8個。で、MyGE2。これを解いていきたいと思います。解くと、はい、あ、大丈夫ですね。ファンクションクライテリアンには0ということで、あ、消費は 0.55。レジャー 0.63。ね、労働需要も 0.36 ということでね。大丈夫そうですね。解の部分だけ取り出します。my result ダラシンボルに x。はい、my solution。はい、マイソリューション。はい。で、これを保存していくっていうか、これを、だから税率を変えながらいろいろやっていきたいと思います。今、税率は、t は 20% という税率になっていますが、この税率を0からどん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 上げていって、経済がどういうふうに変わっていくかということをシミュレーションしていきたいと思います。18通り試しましょう。n は18にして、例によってデータフレームを作ります。データフレーム0が N 行10列。列の名前もね、マイテーブルの列の名前も決めてしまいましょう。10列ありますね。1列目が税率、空白以下、消費、レイジャー、ラグランジ未定乗数、労働需要を算出、企業の利潤、それから小文字の W、賃金、政府支出、で、最後に、ウェルフェア、雇用の値ですね。これを計算していきたいと思います。ちょっとこの3行実行しますね。はい、n は18で、ちょっと見てみましょうか。マイテーブル、データフレーム、18行、10列のデータフレームで、はい、ちゃんと列の名前もなっております。これからここにどん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 計算結果を保存していきたいと思います。まず、税率を0から始めます。税率を0にして、ソルバーのところは一緒ですね。ソルバーを解いて、マイソリューションを持ってきて、で、その結果をマイテーブルの1行目に保存しましょう。1行目、ここに保存していきたいと思います。税率は1列目ですね。はい。t を保存して、で、2列目から9列目。2列目から9列目に、今計算したこの my solution を代入していきます。c から g、ここの部分ですね。で、最後にウェルフェアも、ウェルフェアも計算します。はい。それが、マイテーブルの1行目の最終列。ここが、先ほど定義した u という関数の、いいですね。マイソリューションの第一要素が消費ですよね。で、マイソリューションの第二要素がレイジャーで、マイソリューションの第8要素が G、公共サービスの量ですので、これで均衡における公用が計算できます。はい、どうでしょうか。マイテーブル。あ、ちょっと横幅が大きすぎて入りきりませんでした。ちょっともう一回。はい、1行目が埋まりました。税率が0の時に消費がどれぐらいか、レイジャーどれぐらいか、労働需要どれぐらいか、算出、利潤、賃金、政府支出なしですね、公共財のサービス、公共サービスはありません。その時の公用が 0.80 というふうに計算できました。これでさっきと同じように、一括財の時と
一括税の時と同じように少しずつこれ税金を変えていってですね、例えば 0.05 の場合、税率が 0.05 の場合どうかな、上丸々コピーしてしまいますね。コピーして変えるべきところは、ソルバー使うところは関係なくて、最後の保存の時に2行目に保存とすると、はい、入りきらないですね。ちょっと待ってくださいね。もう一回、マイテーブル、はい、これで税率が 5% の時に、消費とかがどうなってるかなというのが計算できました。公共財がね、今度は公共財が供給されるということで、ちょっとウェルファーが上がってますね。で、これでもちろん T が今度 10% の時とかってやるんですけれども、まあ、フォーループやっていきましょう。フォーループ、i が1から n までです。n は18です。で、ここで、もうコピーしちゃいますね。この6行ね。はい、この6行がフォーループで繰り返すところですが、税金が 0.05、5% ずつ変えていきたいので、で、0% から始めたいので、0.05×i-1 ということで、i が1の時は 0%、i が2の時は 5%、i が3の時は 10% というふうな感じで、少しずつ税率を上げていきます。で、毎回その計算結果は my テーブルの i 行目に保存ということで、これだけですね。あとは変えなくていいかと思います。で、一応、今回も毎回ちゃんと、ソルバーが解に収束したと、解がちゃんと見つかったかどうかをきちんと確かめるためにメッセージを表示させたいと思います。これでフォーループを実行していきましょう。フォーループに合わせて、はい、run。これで18回ソルバーを繰り返しました。見てみましょうね。マイテーブル。いい感じですね。これで結果が求まりました。さあ、プロットするにはちょっと変数が多すぎるので、ラムダなんてどうでもいいしね。ちょっとプロットするために、サイズ縮小した MyTable2 っていうのを作っていきますよ。MyTable のうちの行は全部、18行全部採用で、横ですね。横が Y と消費と、どうしようかな。レイジャーとリジュンと、あ、さっきと同じにするのがこれいいですね、本当はね。はい、ウェルフェア。さっきのとちょっと結果が後で比較しやすいように、ちょっとこちらでさっきのもう一回やり直して図を比べるなんてのもね、ちょっと やってみたいと思いますが、今日はいいでしょう。この辺の結果を表示していきたいと思います。はい、マイプロット2ですね。ちょっとサイズ縮小した表がこちらになります。さあ、これをマットプロットで図示していきましょう。横軸が税率ですので、税率はマイテーブルの方ですね。マイテーブルの方の T。マイテーブル2の方にはね、税率入ってませんので、マイテーブルの方の T ですね。縦軸はマイテーブル2のこの6つの変数全部表示するということにしましょう。はい、で、プロッティングタイプは点を線でつないだ O。それで、プロッティングキャラクターは16番から21番にして、色も1から6として、タックスレートですね。横軸はタックスレート、税率。ちょっとやってみましょうか。実行してね、これ皆さん気をつけてほしいのは、この右側があんまりこのスペースが空いてないと表がね、うまく表示されなくてエラーになっちゃったりするので、右側ちゃんとこのきちんと開けて表を作るようにしてください。はい、で、前の表を見たいときはね、この矢印で前の表に戻ることも可能です。
さあ、なんかいい感じで計算結果が出てきたんですけれども、何がどれに対応するかわからないので判例を足します。判例レジェンド、レジェンドの位置は右側にして、レジェンドは上と一緒にしましょうね。これね、はい、YCL Pi G Welfare で、あとはプロッティングキャラクターと色に関しては図と判例とちゃんと一致するようにしてください。これで判例を足して、はい、こんな感じですね。ちょっともう一回、ちょっと最初から、はい、どうですかね。これ横軸、縦軸のこの MyTable2 なんていうのこれなくすこともできますよ。これね、 YLove イコールなしっていうふうにやればね、これで大丈夫なはずです。はい、消えました。あ、もう一回、はい、これで完成です。税率が上がるに従って、例えば企業の利潤はこうね下がってますね。これがラッファーカーブですね。ラッファーカーブ、税収、 G が税収ですので、税率が0の時は税収0で、で、税率が 85% でも、まあ、税収あるんですけれども、税収が最も高くなっているのは、この辺、どの辺ですかね、60%。あくまでこのシミュレーション世界においてですよ。シミュレーション世界においては、シミュレーション世界で、しかもこういうパラメータの時は、税率が、まあ、60% とか 65% の時に、税収が最大になるというふうになっています。で、また税金、税率が上がるに従って、例えば消費は下がってるなとか、レジャーは増えてる、つまり労働時間は下がってるなとかいうことも見て取れるかと思います。この辺の分析はまた別の機会にやっていきましょう。